ケイバーゲン、または、グロースカンプフバーゲンは、ドイツ帝国の超重戦車である。第一次世界大戦の終結時に2両の試作車が、ほぼ完成していた。1917年6月、最初の A7 ボルト戦車が完成する以前、ドイツの国防省では、戦線突破時に投入する新型の超重戦車の、開発を計画していた。設計作業は、ヨーゼフ・ルマーび、 ベーガー大佐が実施した。ホルマーは予備役大佐であり、また陸軍の輸送技術試験局で働いていた技術者だった。1917年6月28日、国防省は初期設計案を承認重量の試作車を発注した。うち5両はベルリンのリーベボールベアリング工場が、別の5両はカッセルのベックマン &CO が製造することとされた。 この車両の原型の重量は165トンであるが、これはより現実的に減量させられ、全長を短縮して120トンとなった。軽バーゲンの寸法と巨大さから抗軍が不可能となったため、この車両は区画ごとに分解し、鉄道輸送することが決定された。使用に際して車両は前線後方で再度組み立てられることとなった。パウルホンヒンデンブルクの要請により、 試作車両2両が製造され、戦争終了時にはほぼ完成していた。ケイバーゲンのイラスト。ケイバーゲンの車体は6区画のモジュールから構成され、これにより分解して、鉄路輸送が可能となった。操縦室、戦闘室、機関室、変速機室、そして2カ所のスポンソンである。社長は電気による発光信号で搭乗員に指令を与えた。下機関成は、 駆逐艦のそれに相当しており、ドイツ側はこの車両を本物の陸上艦とみなしていた。操縦手は外部の見えない状態でこの車両の走行操作を行っており、社長がこの操作を投業した。ケイバーゲンは4本の7 7トル要裁砲と7丁の MG08 機関銃で武装し、搭乗員の数は27名である。社長1名、操縦手2名、 信号で1名、砲兵士官1名、砲手12名、機銃で8名、機関員2名である。計画開始時、火炎放射器の搭載が考慮されたものの、後にこれは拒否された。急戦したドイツの状況下では、戦車の保有が禁止されたため、軽バーゲンが作戦可能状態にまで至ったことはなかった。この車両のうちの1両が戦争終了時に完成したものの、 工場を出ることはなく、連合国国際監督委員会の監視の下で解体された。ありがとうございます。